これはエアソフトガン用の自作のターゲットです。アマゾンの箱、プラ板、お菓子のアルミ缶、ペットボトルで自作しています。アルミ缶が金属なので、ビビ弾が当たった時の金属音も射撃の爽快感につながっています。ビビ弾がこの的に当たると下に落ちて、この穴から下のペットボトルに回収されるようになっています。中には勾配をつけていますので、この丸い穴から集まって回収されます。それではどのように BB 弾が回収されるのか見てみましょう。 BB 弾を落としてみます。たまに引っかかることもありますけども、基本的にはほとんどがスムーズに穴に流れて下のペットボトルに回収されます。それでは射撃の準備に入ります。丸いのターゲットペーパーをクリップに留めて、の下をセロテープで固定します。これで準備完了です。それでは打ってみます。すべて下のペットボトルに回収されて、中には一発も残っていません。打ち終わった BB 弾には汚れとか変形が発生する可能性がありますので、本来は再利用しない方が望ましいんですが、まあ一回打って捨ててしまうっていうのはもったいないので、再利用したいという方や飛び散った BB 弾を集めるのが面倒という方にはすごくおすすめだと思います。